明けましておめでとうございます。実は私は小さい頃、誰に習ったかは別にしまして、元旦はですね、1月1日は何もしてはいけないと、ぼやっとしてなきゃいけないと、1月2日に書き初めっていうのがあってですね、それから1年の活動をスタートする。そうしないと1年中働き詰めに働くようなことになるということでですね、去年までそれを守ってきたんですが、今年からですね、世の中もだいぶ変わりましたし、1月1日元旦の午後からですね、やや活動を開始しようかと。1日元旦はですね、昔は朝から晩まで酒を飲んでゴロゴロしてるっていうことだったんですが、時代の変化もあるということで、今日はその私の人生の元旦の最初の仕事にですね、このブログを録音するということをやろうと思いまして録音を始めました。そしてその題もですね、昨年から続けておりました寿命と病気の最終回を新春用に一つ回してありまして、自分の健康を取り戻すという題でありますが、血圧を下げろだのですね、野菜を食べろだのですね、タバコを吸うなとか、もうとにかく人がですね、自分の健康におせっかいをすると、それに振り回されるという時代をですね、もう昨年に終わりまして、今年からはまともにですね、自分の健康を取り戻す。この自分の健康とはどういうのかと言いますと、このブログでも再三申し上げましたけども、血圧が130以下なんていうのはですね、平均値、しかも薬や高圧剤メーカーが圧力をかけた平均値ですからね、本当の健康の平均値は150、おまけに平均値というのは自分の値でもないわけですね。だから自分の健康を取り戻す、自分の人生、自分の体のための健康というのを一つ考えてみました。私が今までですね、長い間、いろんな体ですね、私は実は材料の方ですけども、材料の劣化とか回復っていうのをずっとやってきましたが、そういった自分の研究経験とか、それから医学の勉強なんかを通じてですね、大体こんなもんかなと思うものをご紹介しておきますが、まず第一にやっぱり健康を保つには楽しく人生を送るっていうことですね。何でも前向きに、暗いことを言わずに、生活をする。そのためには友人関係、仕事、家庭生活、すべて毎日笑顔で過ごせるような工夫をするということですね。ところがそれに対して邪魔が止むほどあるんですよ。例えば NHK のテレビを年末から年始にかけて見てましたらね、とにかく熊本地震、東日本大震災、そういうことばっかをやってるんですね。いや、その人たちにインタビューしたりしてるんですね。私はね、日本人の心じゃないと思うんですよ。やっぱり日本人っていうのはですね、自分がたとえ地震で犠牲になっても他の人が自分の影響を受けて暗い生活をするっていうのは日本人的じゃないんですよ。俺は俺で不幸だったけど、俺のことは気にせずに楽しくやってくれよっていうのが日本人ですよね。その意味ではそういうテレビとかそういうものの脅しだとか暗いニュースに、巻き込まれずに、できるだけ明るいニュースに接しているということが非常に大切だろうと思いますね。特にがんなんかの病気はですね、やや自殺的なところがありまして、自分の心が沈んでいたり、元気でなかったり、生きる意欲がないっていうことが非常に大きなことだろうと思いますね。2番目が、これも非常に重要なことですが、無理をしないってことですね。頑張るっていうことと無理をしないってこととはちょっと別で、無理をしないってことは非常に重要なことなんですね。それで無理っていうのはどういうことをもって無理というかっていうとですね、頑張るのはいいんですよ。頑張るのは非常にいいんですが、頑張るを超えてですね、これは絶対無理だと思ってもやっぱり行きがかり上やってしまうわけですが、その時に適度に諦めるっていうことですね。どうしてかって言いますと、ある無理を超えますと、もうやっぱり体はですね、もうこれで俺は死んだ方がいいや、こんな辛いんだったらというふうに思ってしまうんですね。人間は大脳支配動物なので、家族で喧嘩することも大脳が喧嘩しますし、無理をすることも大脳が無理をさせるんですね。2番目はそうだと思います。1番目が楽しく、2番目が無理をしない、3番目がストレスをためない。これはもう誰でも言うんですが、ストレスっていうのもですね、もちろん体に悪い影響あるのは山ほど知られてるわけですね。例えばカーッとなって怒ると、そうするとその
血の循環が悪くなって顔が蒼白になるわけですね。まあ、これはまあ極端な例ですけども、まあ、ストレスをためないためにはその人その人で運動をするとかお酒を飲むとか人と話をするとか、女性だったら甘いもの食べるとか、私なんか甘いもの見るとストレスになるんですけど、まあその人によって違うわけですね。僕はこの3つがまず大原則だと思うんですよ。楽しく生活、人生を送る、無理をしない、ストレスをためない。これやっぱり自分が努力したらできることですよね。だいたい他人のことをいつも文句言ってる人いるんですけど、他人なんか他人ですからね、文句言わなかったら別に構わないんですよ。あの人はそういう人だと思えばそれで終わりですからね。まあ、具体的な行為で、これも私がいろんなお医者さんだとか、まあ、健康に本当に気をつけてる人の話を聞きますとね、なんかあの塩辛いものを食べないとか、油っぽいものを食べないとかですね、野菜を食べろとか、こんな全部おかしいですね。あのおかしいっていうか筋が通ってないですよ。それから自分はそれでいいからっていうような人も多くてですね、そんなのは全員がそうじゃありませんね。私の感じはまずですね、温かくして生活するっていうことだと思うんですね。熱い風呂に入る、もちろん熱い風呂に入れば若干の危険性ありますから、十分に、脱衣所とかあの温めておくとかですね、それから風呂に入って半身浴ぐらいからスタートして少しずつ体を沈めていくとかいうことはもちろん必要ですよ。だけど全体的にやっぱり温かい雰囲気、冷たくしないということは非常に重要でしょうね。これはやっぱり生物として大切だということだと思います。それから、まあ、日光浴を良くするってのは当たり前ですけども、人間の体は太陽の光でもって健康になる部分が非常に多いんですね。運動もそうですね。軽い運動、もしくは激しい運動でもいいんです。その人によって好まれる運動、散歩だけでもいい、ちょっと体を動かすっていうだけでもいいわけですね。それから深呼吸のように、これやっぱり昔から当たり前ですよね。あの暖かくして気持ちのいい風呂に入って時に日光浴もして運動もして深呼吸もするの、これ当たり前ですね。あんまり本当は言わなくてもいいようなことなんですが、まあ、あのそういうことがやっぱり生活の中に取り入れられているということが非常にいいんじゃないか、まあ、そういう機会に同時に例えば楽しい思いをする。私でしたら、去年からもう一昨年になりますか、1年半ぐらい前からテニスを始めてるんですが、まあ、軽い運動もできるし友達と会う楽しみもある。それから気分が変わりますよね。一日中家の中で勉強なんかしてますと、やっぱそれとやっぱりちょっと車に乗ってテニスコートに行ってテニスして帰ってきてお風呂に入るとやっぱ雰囲気が変わりますね。それから私がこの頃ここ 1,2 年で勉強したことで、あ、これは本当だなと思ったのが、家の中をすっきりさせておくってことですね。この家の中がゴタゴタしていることと免疫の効果なんかをずっと勉強しますと、やっぱり人間というのは家の中がゴタゴタしてますとね、こう見てもあれはこうしなきゃいけないな、あれはこうしなきゃいけないな、それから寝室に昼間の服がかかっていれば、あ、昼間あんな嫌な思いがあったなとかですね、いろいろ思うんですね。だから家の中がすっきりしている、まあ、仕事場もそうですが、すっきりしているってことが非常にこう健康には重要だなと思うようになりました。それからもちろん食事はですね、最近まあもちろんあの糖質制限食なんかも一生懸命やっておられる人がいるので、まあ、菜食主義とか悪くはないんですけども、私はですねやっぱり食事は伝統的な食事ですよね。例えば日本食は油を全然使いませんね。焼き魚の後は煮物だったり酢の物だったりします。これはなぜかっていうと動物を食べなかったからですね。動物の油を食べれば天ぷらなんかもいいんです、植物の油もいいんですが、動物の油を食べないときは植物の油もダメだっていう、日本油脂学会の論文を読んでみてもですね、やっぱり伝統的な食事にはその理由があると思いますね。それからもちろんバランスのいい食事、まあ、肉も食べ魚も食べ、魚の練り物なんかも多少問題がありますがやはりそれも食べ、野菜つってもまあ根のものを中心として、まあ、葉っぱを食べてもいいけどそんな野菜だけ食べることもなく、ご飯も、多すぎずやっぱり少なすぎず、時には香のものもたくあんも食べですね、お茶を飲みって言ったですねバランスのいい食事ですね。それからまあたまには洋食的なとんかつだとか、それからとんかつはまあ日本のもんですが、すき焼きとかこれも日本のもんですが、まあ、そういったものもですね食べるという生活、まあ言えば楽しく無理をせずストレスをためず、
暖かい雰囲気の中で日光浴とか運動とか深呼吸とかいった生物としてするべきことをし、家の中をすっきりし、伝統的な食事、自分の好きな食事、そしてバランスよく食事をする。これによって人から押し付けられる健康ではなく、自分自身の健康を今年は手に入れたいと、そういうふうに思っています。しかし天寿というのがありますから、寿命が来たらしょうがないし、生老病死も受け入れてですね、生活をしていきたいと思っています。